こんにちは、こんばんは、おはようございます。ということで、本日もよろしくお願いしま全す。然大丈夫そう。はい、月曜日は筋トレサボりました。おいしいハンバーグいただきました。はい、取り返します。火曜の昼、まずは胸トレを行ってまいりました。はい、なんかこのやっぱ1週間の筋トレのこの感じがいいみたいですね。皆さんね、ありがとうございます。ということで、ちょっとこれからはこれをベースにやっていこうかなと思います。はい、なんかすっげえ腹痛いんだよ、今。腹痛いっていうのはなんか下痢してんだよ。すいません、お食事中の方、すいません。お腹下してて。なんだろうな。別に変なもん食べてないんだけどな。ちょっとお腹がゴロゴロ言うております。なんかね、最近すごい、ちょっとまだコンテスト出たい欲が出てきてっていうかさ、なんかすごい現実的に考えたんですけど、僕、次出るとしたらまたベストボディジャパン出ようと思ってるんですよ。2年前に出たコンテストの、リベンジっていう形でね、出たいんですけど、ベストボディってさ、20歳から29歳と、30歳から39歳と、40歳から49歳と、50歳以上っていう年齢で分けられてるんですよ、部門が。で、僕、今年37歳なので、で、30代が出れるのがミドルクラスっていう、クラスになるんですけど、あと出れるチャンスが2回しかないんですよ。もう今年はもう出ないから、だから38歳の年か39歳の年かなんですよ。で、ちょっとさすがに2年連続で出るっていうのはちょっと考えてないんですけど、あと1回かなと、チャンスは。で、それを38歳の年にやるか、39歳の年にやるかっていうところで迷ってるんですよね。来年出るか、再来年出るかっていうところでちょっと迷ってて。それはもうチャンスがあともう2回しかないっていうところでね。もうコンテスト、いや、ちょっとそれは出てえなっていうところで、ちょっと迷ってます。来年か、それ。ちょっとね、本当に仕事柄、土日に休むっていうのがなかなかちょっと難しいので、本当に冠婚葬祭じゃない限りちょっと難しいんでね、ちょっと考えます。ちょっと迷ってます。はい、いや、どうしようかな、迷うけどね。来年、いや、すごいね、今ね、減量したい欲はすごい強いんですよ。減量したい欲はすごく強くて、ちょっと考えてます。はい、ということで、また最近ありがたいことにですね、チャンネル登録者数が微増なんですよ。本当に僕のチャンネルってちょっとずつ増えて、ちょっとずつ減って、ちょっとずつ増えて、ちょっとずつ減っての繰り返しでここまで来てますので、ただちょっと増えてありがたいんですけど、僕の自己紹介動画とかはね、過去に出してるんで、まだまだ本当に始めたばっかりの頃作ってるんで、編集とかね、テロップの入れ方とかすごい下手くそで見にくいと思うんですけど、喋りもまだまだ下手くそだしね、動画慣れしてない感じがあって、ちょっと下手くそなんですけど、それを見てもらえればと思います。簡単に言うと、今年37歳になりました。で、サービス業界で働いてます。平日休みです。で、週5日筋トレ大好きでジム行ってますっていう男の、日常を主に取り上げております。で、2021年8月にね、ベストボディジャパン横浜大会出場しました。予選敗退でした。で、また来年か再来年にリベンジで出たいなと思っておりますという感じですね。はい、ちょっと簡単に自己紹介でした。昔野球やってたっていう感じかな。野球はずっとやってて、物心ついた時から大学まで野球やってました。昔の夢がプロ野球選手になることだったんで、野球はずっと好きでね、もう今やってないですけど、たまに草野球に本当に行くくらい、年に1、2回行くくらいですね。はい、で、ちょっとこのショットはね、 このショットっていうか、なんかかっこいいかなと思って入れました。かっこつけてます。 いや、なんかこういう、わかんない、筋トレしてる人からしたら普通なんだけどさ、僕ちょっと手首痛くて、今、右手首がすごい痛くて、いや、もうね、原因分かってんですよ。
バーベルで高重量でアームカールやった時に痛めたんですよ。でそれがもう全然治んなくて、まあちょっと今痛みと付き合ってるって感じなんですけど、そうだからこの手首をサポートするギアをね使ってるって感じなんですけど、まあそれをつけてるシーンがかっこいいかなと思ってかっこつけで入れてみました。なんかこの日さ、このいつもやってるんですけど、このスミスのインクラインベンチプレスめちゃくちゃ効いたんだよな。なんか本当に筋トレってさ楽しいよね。日々さどん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 上手くなっていくというか、あこうやんのかっていう発見がさ毎回あるんだよね。だからすごい楽しい。なんかよく言われるんですよ、仕事をね残業して遅くなった時でも筋トレ行ってるからそのなんかストイックだねみたいな、すごいなみたいなこと言われるんですけど、僕は別に自分で自分のことをストイックだと思ったことはなくて、むしろ甘い方だなって思ってるんですけど、そのなんか筋トレ、あかっこつけてます、このシーンも外すところもかっこいいかなと思って、くる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 ってなんかかっこいいよね。 そうでもねえな。でこの日ダブルスプリットで火曜日の夜足トレ行きました。月曜日ねハンバーグ食べに行ってビール飲んでサボっちゃったんで、夜に足トレ行きました。まあ足トレって言っても本当スクワットだけです。最近はスクワットを5セットぐらいやっておしまいって感じですね。はい。そうで別にストイックだと思ってないんですよ、僕は自分のこと。で筋トレ好きだから、好きなことやってるだけなんで、好きなことをやり続けるのにストイックかどうかってあんまり関係なくないですか。で例えばだからお酒を飲むのが好きな人が毎晩お酒を飲むのにでストイックだねって言われても、いや別にって感じじゃないですか。なんかそれに近いのかなっていう感じなんですよ。僕は筋トレが趣味だし生活の一部だしね、すごく好きなんですよ。だからもうむしろ残業で遅くなったとしても筋トレ早く行きてーって、今日これやるんだよ俺はっていうある程度種目決めていくんで、今日はこの種目がマジで楽しみなんだよなっていう、なんかそういう早く行きたい早く行きたいって感じだから、全然なんかないんですよそういうの。ストイックに追い込んでんなみたいなのはなくて、この筋トレしてる瞬間もさあ、やっぱこれはねショルダープレスなんで肩ですけど、終わった後肩がすごい張ってる感じとか乳酸溜まってる感じとかすごく気持ちいいし、終わった後も充実感がすごいしね、こう前回やってた重量で回数が多く上げられたりとかするとすごく嬉しくなるし、回数増えても嬉しくなるし、わ成長してるわっていう、なんかこう成長を実感できる、まあ、仕事においても成長を実感する瞬間っていうのはあると思うんですけど、なかなかこう仕事以外のことで自分自身が成長してるなって感じる瞬間って大人になるとなくないですか。むしろ衰えを感じる瞬間は山ほどあると思うんですよ。なんか夜更かしができなくなってきたなとか、ね、なんか体力落ちてきたなとか、昔興味があったこと興味なくなってきちゃったなとかね、あると思うんですよ。衰えを感じる瞬間は多々あっても、成長してるわって感じる瞬間ってほとんどなくないですか。それが筋トレにはあるんですよ。まあ、ここがでかくなってきたなもそうだし、ね、でかくなったっていうのは見た目もそうだし、もう単純にそのメジャーで測ったそのセンチ、ね、脅威が何センチ増えたとか、腕周りが何センチ増えたとか、そういう数字で見てもわかるからさ、だから筋トレってそこが良かったりするんですよね。自分の成長を感じられるっていうところが、だから楽しくてしょうがないっていうのがね、だから楽しくてしょうがないからストイックにやってるっていう感じではないんですよね。もうむしろ楽しくてしょうがないし、早くジムに行きたい、早くジム行きたいっていうね。僕10月か11月にバルクスジム入ります。全然話変わるけど、バルクスジム月額2、3000円だからさ、ちょっとね楽しみ。
あれちょっと待って、俺話したかった話をするためのシーンが入ってねえ。ちょっと待って、これこれこれ話したかったんですよ。これラックプルっていう種目やってるんですけど、これこのテンポさちょっと変わっててさ、パワーラック2台あるんですけど、1台には鏡ついてるんですけど、これ鏡ついてないんですよ。パワーラックってだいたい鏡の前に置いてあるんだけど、鏡ついてないから、最近あえてここで僕やるのが好きなんですよ。だから鏡がない方が筋肉に集中ができるんですよ。鏡があるとどうしても鏡見ちゃうからさ、鏡の中の自分を見てフォーム確かめちゃうから、鏡がないと本当に筋肉、まあいわゆる僕がちょっと言葉作ってるんですけど、筋食、筋肉の食感みたいな感じで、まあ、より筋肉の食感を感じながら、食感、触覚、うん、まあそのね、筋肉を感じながらできるから、なんかねいつもと全然違うんですよ、聞き方が。そうだから鏡がないところでやるのもありだなっていう、はい、感じがします。そう、ただそれを話したかっただけなんですけど、はい、ということで、もう長くなっちゃった、今日12分話してるわ。まあというわけでね、本当に筋トレ楽しいからさ、みんなも筋トレやってください。マジでマジでおすすめだから、筋トレだ。僕本当に37歳なんですけど、まず37歳に見られたこと絶対にないから、年齢を言うと絶対驚かれる。えーって、もう30代前半もしくは20代後半にマジで見られるから。だからそれはやっぱり筋トレをすることによって、ね、やっぱプロテイン飲んだりするしさ、それで肌がよく、ご視聴ありがとうございます。